175センチ、161パウンド、プリンズウェルカム、指導。何が勝ちで負けたか今となってはよくわからないですけどね。最初の戦いはいかに物理的に強くなってお金を稼いで有名になるかそういう戦いでしたね。いかに相手に負けずに他者を蹴落としてって思ってましたけども、まあ実際それをやっていくうちに、まあ儚いもんです。素晴らしい
時代でした。あれは素晴らしかったですね。いやもう本当貪欲の真っ只中というか、本当に上行くぞっていう気持ちが全面的に出てるし、とにかく上に行こう、上に行けば素晴らしい世界が待ってると思ったんですけど、まあ実際上に行けば行くほど息苦しくなってくる、酸素が薄かったですね。一つの分岐点が終わってからの試合なので少し気持ちは変わってますね。もちろんその貪欲さっていうのは消えてないんですけれども、少し違った角度から格闘技そのものを見ることができるようになってきた。そうですね、 UFC は僕の一つの夢でもあったし、ものすごい高揚感がありましたね。金網の中で戦ってみたいなっていう気持ちが強くて、K-1 はやっとステージに登れた感じですかね。まあ、初めてテレビで僕の試合が放送されて、まあ、その人数とっていうものですね、まあ、人に知ってもらえるようになって、そうですね、自制を感じました。僕は格闘技を始めた時にちょうど数年後に格闘技ブームっていうものが来て、それが、まあ、K-1MAX っていうものがあって、ヒーローズっていうものが生まれて、ある程度の運命論なしにはこれは語れないのかなって思ったりしますけど、まあある意味今内側と格闘しているので、まあ、まだ戦いは終わってないと思うんですけれども、ただもうこの物理的な戦いっていうのは終わりましたね。やりきりました。まあ、3次元の戦いをやってきたから、初めて内側の今4次元との戦いができるのであって、ベストバウトバタービンかなみんなが面白かったって言ってくれるのが多いので、やはり面白かったって言ってくれる人が多ければ多いほど、まあこれは他者の価値観ですけども、僕にとっては人を喜ばせたから、結局それがまた自分に返ってくるのでベストバウトなのかなと思います。そうなんです、ゲームです。